いろしばい。くー。ドットコム。今日は駆動系の話です。バイクの駆動系、便利に限らずバイクの駆動系なんですけど、実はこれ昨日の続きです。先日クランクシャフトを救いたいというですね、動画をアップロードしたんですけど、その際ドライブベルトを装着する際に向き合ってますかとめちゃくちゃ大切なアドバイスいただきましたので、今回それをちょっと紹介しておきたいと思います。これですね、ベルトには矢印があって向きがあるやつとないやつがあるんですよ。で、私は昔やり始めた頃18年20年ぐらい前なんですけど、そういえばバイク屋さんに最初教えてもらった時にベルトも向きがあるから気をつけてって言われたのを覚えてます。命には関わりませんけど寿命に関わりますので覚えておくといいと思います。で、そこから起業をして複数も10代20代とバイクを持つようになると、コストを考え出して社外品を使い出したんですよね。社外品はもう矢印すらありませんので取り付けてたんですけど、その癖で昨日アップロードしたベルト、久々に NTB のを買ったんですけど、まあこれも一応社外ではあるんですけど、 NTB 製はですね、ここに矢印があります。進行方向、ベルトってこう回転しますよね。なのでくるくるくるっと回って、ここ矢印があります。ここ、ものの見事に逆についてます。進行方向はこうですので、矢印が、ベルトが逆じゃないといけないですね。一回外して、この状態でつけないといけないですよね。で、確率2分の1なら、どっちかについてうまくついとけばいいじゃんってなるんですけど、こういう向きがあるやつとかって大抵なぜか 50% の確率のはずなんですけど、ほぼ 100% 逆についてません。私だけかな。まあ、それはちょっといいとしてですね。まあちょっと余談も入りましたけど、ベルトには向きがあるのでそれを気をつけると。ただし、ここでですね、一応社外品、私が普段使っている社外品は矢印向きありません。そしてジャイロの純正とかも、これはもうホンダのメーカーのですね、矢印自体がもうないんですよね、ついてません。で、こういう時どうするかっていう話なんですけど、今回 NTB のはついてます。ついてる以上ですね、やはり向きは合わせた方がいいですよね。で、ついてない場合、これですね、統計的に多分ほぼ間違いないとは思うんですけど、ちょうどヤマハギアのヤマハ純正ベルトもありましたので、そっちもちょっと確認したんですよ。これはヤマハの純正なんですけど、ヤマハのもこんな感じで矢印の向きがあります。で、昔はですね、こういうはっきりとした矢印じゃなくて、なんか模様みたいな感じで三角の模様なのか矢印なのかよくわからないようなっていうやつが多かった気がするんですけど、こういうふうにやっぱはっきり矢印がついてる場合は当然合わせた方がいいですよね。で、何が分かったかというと、私はこれは確定条件は分かんないんですけど、矢印がないやつに関してはこの文字をですね、こっちから読める形、手前にしてこう装着すると、多分ですけど、これ統計的にそっちが正しい向きじゃないかなと思います。例えばこの純正、向きついてません。もういいか、向きはついてませんけど、文字が読めるのはこうですよね。こうだと逆さですよね。こういうふうに向きを向けてこの状態でつけると、まあ結局矢印ないならどっちでもいいんじゃないっていうのであれば、なおさらもうどっちでもいいのであれば文字が読めるのを手前にしとくと間違いないかなという気がします。今ヤマハの純正見ても NTB 製の社外見ても、左から読める方向に対して左に進んでますので、もう文字がしっかりと読める状態でつければ、まあどちらでもいいのであればなおさら間違いないかなと思います。そして駆動系消耗品でもう一つ、これはもうウェイトローラーなんですけど、ウェイトローラーの向きはもう説明したと思います。安物には両サイドから入れ口あるので、どっちでしようがもう関係ないです。もう早く消耗します。で、いいやつとか純正は結構ですね、こっちは完全に閉じてます。で、こっちは開いてます。要するに機械でこちらから挿入してる形ですよね。こちらを外側にすると、じゃないと遠心力でぐるんぐるんぐるん回って外れちゃいますので、この形でつけていくと。これはもう言ってるので大丈夫と思うんですけど、念のため蓋がしてある方が外側、開いてる方が、機械で挿入してる方が内側ですね、内縁側です。で、こう回って外れないようになると。ちょっとはみ出したりするとやっぱバランス変わってくると思いますので、まあこれも寿命に関わる話ですね。命には関わらないんですけど、明らかに早い段階でウェイトローラーが砕けたり消耗したりしたら嫌ですもんね。ということで短いんですけど、今回の動画は視聴者様からご指摘してアドバイスいただきましたので、昨日の注意喚起の一つとしてクランクシャフト の山を舐めたやつですね、これの注意喚起のもう一つ追加としてアップロードさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。その他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。
ー。